進学校を卒業しするときに私万橋教会の牧師として奉仕することになったんですねそれは決められたんですああそうしましたらですね役員会が反対してきたんですねそれでですねそれをひっくり返しちゃいましたでえー、っと牧師はですね進学校に養成して進学校から送ってもらうとそして私はですね アメリカに勉強に行っていただくと自費ででそういうことだったんですねまああの要するに、まあ、こっちをほぼい出すってことではあったんですがそれでですねもう頭きましたねそれでえっ、ー、と将兵はあったので、ね、他の教団からねそこに行こうかなというふうに思って祈った時に これ主が言われたんですね何と言われたのかっていうと「あなたはママシです」と。で私はね言ったんですね「いや神様ママシしだってママシは私を入れ,入れないって決めました」って。だから入れるわけないじゃないですか。こう言ったんですね。そしたら神様が言われたんですね「ママシは私の教会である」と。私が柏であると。だから私が決めたと。 それは理論的にはそうだけどそうは言ってもと思ったんですがしかし主が言われるのでですねそれで他の動きをせずにですねそしてですねまああの他のとこに行くことになっちゃってましたからですね追い出されるまではいないといけないなと思ったんですねそれでいたんですねでそうしましたらあの神の技が起こったんですね それは何かというとですね大教会の福牧師ですからね引く手あまたなんですがその夜,夜誰もね進学校から来なかったででそれでねこういうことになりました何かというとですね1年間伝道師ということで説教をさせないという形でねまともかく入れるということになったんですねだから神がやいたいように私はその教会に行ったそしたらですね 4月の最初に荒井先生が奉仕に行ったんですが奉仕者が見つからないんですね。それで私しね1年間教会のえっと説教しないっていう話だったんですが4月の最初からやってた。で、まあ、いろんなところからも招待も来ましたのでですねおそらく今までの福牧師で最高の 回数招待してた、まあ、それでですねちょっと頭きたんですよね。それ何が頭きたのかっていうとですね要するにママ市の人たちね、まあ、反対している人たちですけど、えっと、私がですね神によって使わされているものであることを知らないと。だそれを明らかにしてくださいって祈った。 それで、えーっと、祈りの内容はですね12月末までに50人作ってくださいと私を通してこう祈ったんですね12月末までに63人作られたかなそして1年で92人か3人そしてですね完全にそれが低くなり,りました そしてね最も真鱒で最長の福牧師真鱒ママは、ね、みんな出していくんですよね外に送り出すんですが私はね、えー、と送り出されなかったでそういう形だったでその時にまさに主が言われることしか成就してなかったってことを見てですね見てね教会の歌者はキリストであるなと思ったんですねそれで最初ですね真鱒で奉仕する時に荒、まあ、井先生 を助けるとこういう形で言ったんですがこれダメになっちゃったんですねでその後主に言われたんですねそうじゃないとあなたは私に使いなさいと荒井先生に使いんじゃなくて教会の頭は私だからとそれでね神様に使えることにしたんですそしたら神様が言ったんです荒井先生に使いなさいただ最初とは違うんですね最初は新井先生に使えるでもその次はね神に使える で、その結果、新井先生に使えるという形になりましたね。で、そしてですね、何かこちらの要求とか問題があった時には、もう柏がキリストなんだから、そっち持ってた。次々にそれが成就するんですね。で、皆さんね、見えないかもしれないけど、教会の歌詞はキリストです。ね。そしてですね、その時に、主の特別な手とか宮沢が見えてくると。 いうことをね、覚えておいてください。